インターフェロンベータ、ヒューマン、I 型インターフェロンとは、インターフェロンファミリーのうち、インターフェロンアルファとインターフェロンベータなどを含めた、総称で、ウイルス感染で誘導される抗ウイルス系の、サイトカインである。I 型という名前は、免疫系の細胞によって分泌されマクロファージを、活性化する通型インターフェロンなどと区別するための、呼称であるが、一般に、インターフェロンというと、 I 型インターフェロンのことを指す。インターフェロン自体は、あるウイルスを感染させた細胞に、別のウイルスを感染させると、後から感染させたウイルスの増殖が抑えられる、ウイルス干渉と呼ばれる現象における、干渉物質として見つかったものである。I 型インターフェロンの主な機能としては、という三つである。まず、I 型インターフェロンが、 細胞に結合すると、オリゴアデニール3合成酵素系と、プロテインキナーゼ系が、活性化する。オリゴアデニール3合成酵素系では、通常3-5の形で結合している AT を、ATPO2-5 結合オリゴマーに、重合させることで、エンドヌクレアーゼであるルナザルを、活性化しウイルスのメッセンジャー RNA を、分解する。一方、プロテインキナーゼ系では、 深核生物タンパク質合成開始因子 IF-2α をリン酸化することでウイルスペプチドサの合成開始を阻止する。この他にもインターフェロンは抗ウイルス活性を示す遺伝子を誘導する。その遺伝子の一つとしてマキサがある。マキサはウイルス感染細胞におけるアポトーシスの促進とウイルス増殖の抑制を促すが、これはマキサが 小胞体ストレスを起こすことによるものだと考えられている。上で述べたような直接的な抗ウイルス活性の他に、I 型インターフェロンは、ウイルス非感染細胞の MHC クラス I 分子の発現を高めることで、NK 細胞から正常細胞を保護している。というのも、NK 細胞はウイルスによって、MHC の発現が抑制されたり、立体廃座を変更させられた。 MHC を持つ細胞を攻撃する一方で、正常の MHC クラス I 分子を持っている細胞に対しては、NK 細胞に抑制性のシグナルが入り攻撃を行わないからである。この一方で、I 型インターフェロンは NK 細胞を活性化する役割も担っている。ここで活性化された NK 細胞は、 ウイルス感染細胞を除去するとともに、インターフェロンガンマを放出することで、T 細胞依存性の細胞障害を誘導する。I 型インターフェロンの発言は、主として、ウイルスが作る2本鎖 RNA を、エンドソーム内の TLR3 や、細胞中のリーグアイや、MDA5 が認識することにより誘導される。TLR3 は、病原体のタイプを認識する。 通る様受容体の一つで、エンドソームの膜上に存在し、日本鎖の RNA を認識すると、アダプター分子のトライフを介して、インターフェロン制御因子の一種であるイヤーフ3とイヤーフ7を活性化する。ただ、ウイルスの RNA の合成は、細胞室内で行われるので、エンドソーム上に受容体があるよりも細胞室内に、 ウイルス RNA を感知できる分子があった方が合理的である。実際そのような役割を担っているのがリグアイと MDA5 である。これら2つの分子は共に2本鎖 RNA に結合するための RNA ヘリカーゼ様ドメインと次の分子にシグナルを伝えるためのカードドメインを持つ。リグアイや MDA5 が2本鎖 RNA に結合すると 同じカードドメインを持つカーデフを介して、イアーフ3やイアーフ7を活性化しインターフェロンアルファ、インターフェロンベータの産生を促す。I 型インターフェロンのシグナルは、ジャック、スタッド系と呼ばれる形で伝えられる。これはまず、インターフェロンが、その受容体であるアイフナーに結合すると、その近くにある非受容体系チロシンキナーゼのジャックが、リン酸化されることで活性化する。 次に活性化したジャックがスタットをリン酸化する。そしてリン酸化されたスタットはに両体を形成資格内に移行して標的遺伝子の転写を活性化するのである。イエフェン誘導性因子比とマキサの細胞子促進活性と抗ウイルス機構の解析。つくば大学学位論文用紙。ありがとうございます。